時間がもう参ってますけど、大学の教養教育のあり方に関連付けたいんでありますけど、先ほどのことについて岡野先生、ミルワト先生、それぞれ一つお願いいたします。引き続きで、はい、それでは簡単に申しますけれども、一つはやっぱり非常に大きな問題、非常にこの戦後60年起こってしまった非常に切実な問題があります。それは、戦後の日本の国語教育が、これは一つ大きな欠陥を生じたわけですが、文語文というものをほとんど受験問題にそれは多少出ますから、古文読みますけれども、文語の文体を緻密に、つまり源氏物語の一番大事な読み方のような緻密な読み方、丹念な読み方ができなくなってしまった、それからさらにその自分で文語の文体を作るという能力がもう全くなくなってしまった、これは非常に少数のものが単価定型のような形で作るときにはそれはほんのわずかですけれども、文語をうまく定型を満たす形で使える人もいますけれども、今おそらく30代20代40代の方でももうそういう傾向がありますけれども、ほとんど文語の文章が書けない、書けなくてもいいけれども細かい読み込み方ができなくなっている。ですから私がまだ現役で勤めていた若い頃は例えば卒業論文というのは万葉集が圧倒的に多かったんです、それから古今集、新古今集というふうな、源氏物語はなかなか難解だからというので、そして大きいからというので、少数の学生しか卒業論文の対象になかなかしなかったんですけれども、この頃は逆でありまして、なんといってもあれは小さな定型詩ではないから分かりやすいだろうというんで、源氏の方が、あるいは古事記なんかの方が多くなってきている。これは健全な姿というよりはむしろ和歌の文体を避けるという意識の方が実は強いんだと思うんですね。で、こんなふうに歌物語というふうに掲げてありますように、まさしく日本の物語の一番核のところには常に歌があるわけでありまして、しかもその歌を源氏物語なんかでご覧になっても分かるように、古今和歌集あるいは古今六条というふうなのはもう完全にこの心の中に入っているわけですね。頭ではなくて心に入っています。ミルワト先生が大変シャレがお上手、で伺ってて一番すぐに感じたのは、先生は非常に声、音、音に敏感でらっしゃるから、音のあれですぐ連想がファッと働いてシャレが生まれてくる。それはやっぱり僕はシェイクスピア研究の一つの成果ではなかろうかなと思ったりしているんですけども、それを日本語でなさるからすごいんですけれども、男性でもそうですけども、ことに女性の言葉の連想力というのはもう意味とか何かを考えるよりもすぐ音でスーッとこう入って、調べでスーッとこう連想が働いていったわけです。それから多義性の歌が非常に多いんですね。ところが今研究者は合理的にいきますから、この歌のこの言葉はこの意味に一つなんだというふうにこう決めつけてしまうわけですけども、実は古代遡れば遡るほど歌は時と場によって一つの言い方がいろいろこう変化する多義性の魅力、それがあるから援語掛け言葉本歌取りというふうな技巧が生まれてきたわけで、そのことなんかもどうも少しことに源氏研究あるいは古代の和歌の研究の上ではおろそかになっているというか忘れられている。だから香類お鶴類の厳しい弁別があんなふうにできたのもそれは近代の学問の成果ですけれども、同時にさらにそれを乗り越えて香類お鶴類の類非常に近いよく似たその天の火と香類の火とそれから燃える火とお釣りの火と、例えば天津棺とか棺とかいうふうな時にはそれは天の火とそれから燃える火を家庭の主婦が
絶対に決してはその主婦の恥になるというふうな形で、あるいはあの出雲の国の宮津苔のような、棺式というふうな、これは棺式、お釣りの日なんですけども、しかし明らかに香類の日とお釣りの日と、この恩の類似というものを当然こうダブらせていたに違いない、そして多義性の連想を働かせていたに違いない、それを香類の言葉とお釣りの言葉はこれはもう違う言葉なんだとこう分けてしまう、そういうことが古代の心を汲み取るのに非常にあの実は妨げになっている部分もあるわけなんです。そういう反省というか、そういうあの考え方の多様性はこれからむしろ国文学に課せられた大きな問題だろうと思うんです。それは宣長から橋本新吉先生、あるいは大野進先生のあの香類お釣りの研究は実に緻密で素晴らしい近代の成果ですけれども、同時にもう一つそれを乗り越えなければならない古代の心の読み取り方ってものがあるだろうと思うんですね。そんなことでまず。ありがとうございます。あの先ほどもちょっと相談された方があるんですが、中央公論、あの京橋にある中央公論で、平成18年の源氏物語講義月2回、岡野先生が1時から5時まで長時間の気力の体力は大丈夫のようです。気力があると体がついてくるようです。あの関心の終わりの方はエンゼル財団の方に私も聞いてみようかしらとおられる方はご連絡ください。それではミルワード先生、だんだん終わりに近づきましたので、あのやはり最後に何かダジャレを言わなければならないと思います。皆様はあのそうでないと皆様はさぞ不満に思っているでしょうと思います。そして一つは、あの婦人の友という雑誌のためにこのような座談会があって、話題が、心のゆとりについてのことでした。ですからいろいろ一人一人が論じていたので、最後にあの皆様から最後の言葉を出していただきたいということだから、皆様が先に一つ一ついい言葉を言ってくれましたので、私のところに来た時、私はただ皆様の、 あの祈りに、ゆとりについては皆様が言う通りであると言いました。ですからそういうふうにして気持ちが良くなって終わりました。結局ゆとりのためになかなかそのようなヒューモアが必要だと思います。そしてシェイクスピアはそのようなヒューモアの専門家であると思います。でも専門家の話となるとまたあのこのような話が考えられます。つまり日本語で普通玄人と素人の区別をいたしますけれども、例えば偉い先生が玄人であり、そしてそれについて多少学んでいる人は素人と呼ばれます。でも私のような何も知らない人は知らのうとと申します。何も知らない。でもそれこそあのヨーロッパ文化の出発点であったと言わなければならない。今大学の組織はとても問題となっています。大学は一体何のためであるか、上智大学についてもそのような問題を出すことができるし、もちろん東大についても
オックスフォードとケンブリッジについてもパリ大学についてもそしてハーバード、イェール大学についてもそのような疑問を起こすことができます。そしてそのような大学はほとんど知識のための大学です。でも知識の他に知恵が必要です。でも多くの大学では知恵が軽蔑されています。知恵を教える大学はほとんどない。上智大学は上智を専門にしているはずなのに上智でも上智で上智を教えることはないと思います。もちろん私はもう定年退職しているので私は授業を教えていないけれども問題は松田先生が指摘していたようにどのようにシェイクスピアを現代学生たちに教えるか、それが問題です。もちろんシェイクスピアは劇作家として何度も劇を出すことがあります。私も昨日シェイクスピアの真夏の の夢を見に参りました。日生劇場で。ですからシェイクスピアの劇をいつでも見ることができます。あるいは英語あるいは日本語で聞くことができるけれども問題はどれほどシェイクスピアの意味が劇を通して示されるか。つまりプロデューサーはいつも自分の考え方を押し付けるようにしますから多くのプロデューサー、こっちに日本人のプロデューサーはシェイクスピアの意向を無視します。そして大学の教授、シェイクスピア学会の偉大な教授たちはやはり前に言ったように論語読みの論語を知らずというような方です。シェイクスピアを専門にしているからこそシェイクスピアの誠の意味を無視します。つまりシェイクスピアについての学問が多いけれどもシェイクスピアの心を捕まえる人が少ないと思います。そしてどういうふうにシェイクスピアを教えるか。シェイクスピアの劇を例えばロミオとジュリエットのテキストを一緒に読んで、もちろんそれはよろしいけれども私は普通シェイクスピアの授業を受けるときにシェイクスピアの一つの劇に絞って話をするよりもシェイクスピアの有名なセリフを主題として扱うようにします。つまりシェイクスピアは劇作家というより詩人だと思います。シェイクスピアの特徴は言葉にあります。シェイクスピアの力が言葉にあります。もちろん紫式部さんも言葉の使い方が上手だった。そしてシェイクスピアの言葉を受けてそしてそれについてゆっくりと考えることは非常に大事だと思います。ですから学生たちのエッセイを自由作文を読むことによってとても感激を受けるようになります。シェイクスピアの学者でもないけれどもシェイクスピアの言葉、例えば to be or not to be とかそのような有名なセリフを全部読んでそれについて考えたりそして自分の感想を述べるとやはり学生たちはよく学ぶことができるようになりますしそして知恵を学ぶようになります。つまり知恵は先生の方から受けるのではなく自分の心から出るはずです。ですからソクラテスの方法もそうだった。つまり皆様は心の中で知識を持っています、知恵を持っています。ですから
ある程度まで外から知識を受け入れる必要があるけれども、やはりそれを自分のものにした上で消化してそれから出すことはとても大事だと思います。そして自分の宝物となります。ですからそれこそシェイクスピアと紫の間の共通点ではないかと思います。ありがとうございます。本当に長々時間ありがとうございました。今ユネスコで大きな問題だと言っていることに、世界の民族の言葉が今世紀激減するだろうというふうに言われています。5000とか6000とか言われてるんですけど、いくつ残るかと、これが大問題だと言われております。例えば中根千恵先生との勉強会で教わったんですが、中国には56の民族があるそうです。56の民族が56の言葉を持っているわけです。ところが中国は一つであるというふうに、教育政策を作りますと、一つの言葉で55の言葉を消すことになるわけですね。ということは民族の精神を消してしまうことになると、これやっぱり大問題だろうと思います。でどうすれば残るかっていうのは、ギリシャだって小さな今から見れば国です。ローマだって小さな国と言っていいですね。またイタリア、トスカーナの言葉の、これは本当にごくミロワ先生言われましたように小さなエリアの言葉です。日本もそうですよね。ところがそこに世界文学としての古典が一つあると、その民族の言葉は永遠になると、ここの何かコロンブスの卵みたいな話になぜ気がつかないのかと。新聞社は書物とか新聞が売れなくなるから活字文化振興法なんていうのを作るけれども、まず民族の話し言葉で詩を作る能力がなきゃいけない。そしてそれを文字で表現するっていうことを、まあ岡野先生、それからミルワード先生、それからダンテの勉強会でずっと教わってきていることなんですけれども、今文学部の時代なのに文学部に学生が来なくなったと。中でも女子大の文学部は、私今勤めてるんですけれども、もう激減なんです。しかし言葉は母語、母なる大地と、まあ母語、母国語っていうと最近怒られるので母語と言ってるんですけど、母語、父語とは言わ、父の語とは言わないんですよね。母語と言うんです。それから学校、父の子、不幸とは言えば本当にアンハピネスになってしまう。でこれ母校というわけですね。家だって母屋というし、だから母語がいかに大切かと。で母語で表現された文化を持つということがいかに大切かと、これがもう原理の大原理だとこう思うんですけれども、幸い森永の創業者が、お菓子を売って布教活動をしたと、キリスト教の、それでエンゼルっていうマークを持ってるんですけど、このエンゼル財団、本当にちっちゃな財団なんですけど、とにかくこういう基本的な本質的なことをずっと支援してくださってると。ですからこの成果を無料ですから、ただだとありがたみないっていうんであればお金いただいてもいいんですけど、本当にただですから、今日のお話も全部また中に入りますので、これからもぜひ私たちのプロジェクトに皆様のご支援ご協力をいただきたいと思います。今日本当に長時間ありがとうございました。